こんにちは。ナビゲーターのフォワード講師ひろこです。石渡誠の Language Teaching Revolutions 第9回目の今日は、前回の続き。言葉の基本は音にあり、 ALL の完結編になっています。それではお楽しみください。で、僕は学習者体験のことを思い出すと、自分が学習者だった時には結構これ面白かった。要は錯覚のうちに、ね、自分がペラペラ英語話せてる、うんうんうん、英語なんか始める頭にないから普通の会話できませんよ。普通には自分で何も言いたいこと言えないけど、教材の中で Isn't today Ken Shima supposed to come and see us? すごいな、どうやって使っていいのか分かんないの、この表現なんか。当時はね、 I wonder how long he's going to stay なんて、今で言うと I wonder how long なんていうのは、もうなんていうの、考えなくても当然言える表現だけど、当時はなんだこれと思いながら、でもペラ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 言えてるような感じになっていく中で、だん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 そういう表現も使えるようになってくるし、最初に言いましたようにね、音がどんどんできるようになるだけじゃなくて、言葉が覚えられるようになる。最初は辛いんだけど、自分の経験則で言うとね、なんか雪だるまみたいな感じ。雪だるま、そう、東京の雪でも雪だるまできるんです、皆さん。僕は子供の頃、東京生まれて育ちました。先生、都会っ子ですもんね。都会っ子なのよ。シティボーイですよね。シティボーイなんで、なんか分かんないけど、つまり鎌倉作ったことがあるの。もうね、それ思い出はね、なんか英語を勉強してるのを思い出してきて、東京の雪で鎌倉作ったようなもんなら、自分はあまりにも英語力ないから。だから、英語のできる範囲って狭いんだけど、勉強できる量も少ないよね、もちろん。そんなパパいろんな英語を読めるわけでも聞けるわけでもない。でも、ちょっとずつでもこう、雪をこう転がしていくと、雪だるまになり、それから転がしていったら、鎌倉ができるぐらいまでなったわけよ。その当時のことをね、自分でね、勉強しながらね、微笑ましく自分のことを思ってね、これ英語で自分で鎌倉作ってるようなもんだなって、ちょっとずつこう積み重ねていくと、でも、面積が広がってくると、演習が長くなってくると、一回転がしただけで相当大きなものになるんだよね。そうですね。これやってんだろうと思うかもしれないけど、だん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 ね、覚えられるものも増えてくるし、使える量も増えてくるし、で、そういう意味でやっぱ音の習得っていうのはね、まずは欠かせないだけじゃなくて楽しいよね。その楽しさをもっともっとみんなに味わってほしい。そうですね。私もインプット好きでしたからね。やってた。音の。ひろこ先生という前のひろこというね、呼んでたところからもう本当によくやってたよね。で、好きでした。楽しそうに練習。うん。誰よりもよくやってたと思う。やっぱりだからそうやって英語できるようになるね。こんな風に学ぶのが初めてだったから、学校の勉強とかね、英語は全然好きじゃなくて、つまんなかったじゃないですか。だから、こんな風に音で学んだことがないから、衝撃的でしたよね。でもちろん最初は、なんか、available とかも全然わかんないですけど、わかんないで言ってたりするんだけど、そのうち分かって使えるようになってくるっていう。だからまず、ね、難しい言葉でも言ってみるっていうのが大事。まあよくね、言葉を本当にただ聞いて、読んで、見て、覚えましょうって言うけど、そこまで覚え込めないんだよね、普通の、勉強の仕方って。だからありとあらゆる教材を買ってたりなんかするけど、全然それが自分の本当に身についてない。たとえその教材の中では分かんないけど、適当にこと言うけど、なんか演習問題みたいなのがあってね、全部やったとしても、全部一冊終えたとしても、自分のものの中に英語がどのぐらい残ってるかって話の中で、やっぱり足りないのは音の習得ができてないことが非常に大きい。なるほど。で、音の習得するともう少しなんで、どん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 覚えられるようになるかって説明をちょっとしたいんだけど、いいかな。どうぞ。つながるか。例えば、さっき、Isn't this the day って4単語だったけど、Isn't this the day って1単語みたいなもんじゃない。そうですね。だからどん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 単語だけじゃなくて、言葉はつながってきて覚えられるようになってくるから、そんなに苦労しなくてもたくさんの単語も覚えられるようになるし、でましてや、ね、覚えてるから、使えるしね。だから聞けるしね。聞けるようになってくるし。発音もきれいになるしね、当然ね。やっぱそういう意味で、音の習得を徹底してまずやってもらいたいと思うんだけど、勘違いされるんだよね、これまた。
どんな、はい、どんなコメントもらえます先生。いや聞いてほしかった。どんな勘違いだと思うでしょ。ぼやいてください。ぼやきたい。あのこんな何回も口で同じことを例えばね、Isn't this the day Ken Shima supposed to come and see us? Isn't this the day Ken Shima supposed? Isn't this the day? Isn't this the day? Isn't this the day? ってやってる時間があったら先生単語10個20個覚えられるんだけど。重い人多いのよ。この時間があれば文法のなんかテキストもあと何ページぐらい進みますみたいな。でそれの結果、うん、遅くなっちゃうの習得がね。なんでそこに気がつかないのかな。なんか音が一番だってね、言うのが目から鱗ですからね、まず。で、言ってることは普通は聞けるようになりたいって言うのよ。で、聞かせるようになりたいって言ったらにはやってることが違うのよ。これ不思議な世界だよね。やっぱ常識とちょっと違うんですね。騙されて、ごめん。ちょっと興奮してるけど熱くダサく話してるけどさ。だってさ。いいですか。いいですね、先生。熱くダサく。聞く話すってのは何を聞くんですか、何を話すんですか、音でしょ。音を聞けるのに音を話すんでしょ。だからそれをなんで時間の無駄だと思うのかね。で、その音の習得には時間がかかるんだよ。筋トレと同じだから。うん。疲れるんだよ。疲れることやんないと、もうね、やってるとね、口も疲れるし、口も回らなくなってくるぐらいやんなきゃダメよね。やってもやっても同じ音が出てくるみたいな、そこからでも新たな音が出てくるっていうのね。ある意味では、楽器を演奏するようなもんだよね。僕は楽器ですね。でもおそらく、うんうんうん、何か分かんないけど、トランペット吹こうと思ったら、まず音も出ないの。うん、音を出せるようになって、一つずつ音だ、綺麗な音を出せるようになってっていうのは、何回も訓練していく中で身につくっていう。うん、ああ、そしたら先生、もアクティブリスニングラーニングをなんか、題名変えた方がいいじゃないですか。筋トレみたいな。何？熱くダサい名前に。熱くダサいラーニングって書くの？熱くダサく、なんかもう筋トレみたい。だってもう筋トレじゃないですか、あれってね。筋トレなんだよっていうのを分かってもらうために。このポッドキャスト全員に聞いてもらいたいね。世の中の人。そう、だから筋トレだから、毎日ちょっとずつがよくって、ある時期にまとめてやるのはダメダメっていうことです。同時にね、筋トレもそうなんだけど、トレーニングやめちゃうとダメになっちゃうんだよね。ああ、だからこの ALL 欠かさないでねってことですよね。うん、で、今言われた通り、基礎力だから、うん、そんなね、まあ、初めはたくさんやった方がいいですよ。できるだけ。だけど、そんな何十時間もやることなくて、まあ、毎日癖になって、逆に言うと楽しいよね。仕事で疲れてるときに、鼻歌でも歌いたいじゃん。そうなの？シャワーで鼻歌歌う代わりにさ、ちょっと、お風呂に入ったらシャワー入ってる時にこのね、英語をペラペラペラっとね、シャンペインフォーランチとか、これ。あるんですよ、文章で。ありますね、ありますね。まあだから、ちょっと名前を変えた方がいいかもしれないっていうのはちょっと聞いてて思いました。テキスト流してる時にはもう学校の中の ALL はなくなってるかもしれませんけど、ひろこ先生なんで。ダサくやる筋トレ運動っていうタイトルになるかもしれないけど。でもダサいとみんなやりたくなくなるっちゃうかもしれない。なんか基礎の、トレーニングだって、っていうことですよね。人であり、なんていうのかな、常に欠かしたくないもののうちの一つだよね。うん、ただここで今日はもうおそらく時間的にあれだと思うので終わりになると、はい、最初に言ったようにモノマネだけじゃない、自分なりの言い方で、うん、まあ我々の学校で今それやってないけど、自分がグレゴリーペック役だったらどういう話すか、ね、うん、同じセリフでも言い方っていろいろ当然あるわけで、でそれピーチのローションをやってるわけだね我々。フォワードの生徒さん、うまいですもんね。ね、最後にコンプリートした方は、ビデオでね、撮るんですよね。あ、そこね、そうそうそう。うん。それも、見た人でも信じられないって言うけど、何しろ、何も見ないで、ペラペラペラって、一人芝居がずっとローマの休日ができてしまう。しかも、スマホの前で自分で自撮りして。でそれを送るんだよね。送るともちろんクラスを取ってる人たちだけしか見れないけど、でもそうするとみんなすごいねって言ってくれたりとかコメントくれても嬉しいしね、うん、それがまた励みになってね、あの人すごいな、私もそういうのできるかなとか、自分何やってみようとかあるしね。そうですよ、一人何役をね自分でできちゃうようになっちゃうから、本当すごいトレーニングだと思います。だからフォワードの生徒さん発音いいなっていうことですよね。でもっと戻ると、自分ができるようになっていく過程が体験できるんだよね。初めからいきなりペラペラ話せないわけ、うん、なんかよくある分かんないけど、1ヶ月でペラペラ、3ヶ月でペラペラになるってどの程度のペラペラのこと言ってるか知らないけど、だけど、まあ、ある意味でね、この
ローマの休日だったらローマの休日のことに関してはペラペラ言えるようになる中で自分もペラペラになってるんじゃないかなって錯覚になる。でも錯覚が本当になっていくんだよね。そういうような本当の意味での力になってくれるっていうきっかけを得られるのがね、この ALL みたいなトレーニング。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ALL は基礎力トレーニング。毎日ちょっとずつ。Hiroko, do you think I explained everything I needed? Yeah. Okay. Perfect. I hope our listeners enjoyed listening to us. Right. Well, thanks for joining us. See you again or come back and listen to our podcast. Thank you. See you next time. Bye-bye. 言葉の基本は音にありの完結編、いかがでしたでしょうか。この映画を題材にした会話表現を徹底的にインプットしたら、もうこれをみんながやったらですね、絶対に日本全体の英語力が変わるというぐらいのパワーのある学習法だと思っています。一気に一度にね、たくさんの量をやるのではなくて、少しでいいので、まあ日々ね、日々の基礎トレみたいな感じで、ウォーミングアップに使ってもらえたらと思います。やってね、やってね、やってね。それでは、Thanks for listening and happy learning!